い、6分ほどで着きましたね。ちょっとまた雨が降ってきてしまった。うーわー、ちょっと早く屋根のあるところに行きたい。で、次は、もう四日市駅。いや、ちょっと雨がここの横断歩道だけ渡ってしまいたい。何番乗り場だったな、ちょっと思い出せないが、バス乗るやつは46系統なんですよね。あと8分ぐらいなんで、まあ間に合うとは思うが、はい、これですね。46系統2番乗り場ということで、こうですね。 OK ということで、これですね。46は三重団地駅、この一番上だけども、まあかなり本数が多い。この時間も20分減ったので、はい、ということで定時に着きましたね。そうで、イオンがそこだ。ちょっと雨が降っているが、ここは多分歩いて3分ぐらいなので、そのまま行きたい。そう、ここはイオンで、まあ今もうね、9時半過ぎてるんですけども、どうも午後10時までやってくれているということで、そう、だから多分大丈夫、モギファンタジーもね。はい、そう。ちょっと雨が降ってきてしまったか、どうしようもないな。そしてちょっと行き過ぎる感じだけど、まあ、この手前のバス停は本当にだいぶ手前なんでね、まあここから行くのが一番近いはず。ちょっと怖いな。はい、で、先ほどのバスね、20分ヘッドということで、できればその20分後、まあ、今から18分後ぐらいのですね、そいつに乗りたいので、まあささっと見て戻りましょう。はい、ということでイオン行ってきました。普通にモーリーファンタジーのここイオンモールまでは行かないのか、まあでもイオンとしては結構でかい感じで、モーリーファンタジーも割と広かったですね。はい、なんか 1.5 倍ぐらいあるような。で、まあメダル機種も多かったですけども、レアなやつはなしで、とりあえず OK ですね。私が乗るバスまであと4分ぐらい。ちょっと雨がひどいかなと思って、今なんか荷物の詰め替えとかをねしてきたんですけども、なんかこのぐらいなら大丈夫そう。さっきの降りた時は本当ひどかったですね。はい、この辺もね、まあ、さっきバス乗ってた時とかも景色良さそうに見えたんですけどもね、ちょっともうこの夜暗い時間ではしょうがないな。ちなみにここはね、なんか左右が国道477だったのかな、右が小物というところで、なんかそこもねゲーセンあるっぽいんですけども、ちょっとまあいけないですね。そのなんだっけ、名鉄じゃないや、近鉄のなんとか温泉みたいなとこに行くやつ、それに乗っていくのかな。はい、で、その辺がバス停ですね。はい、2分遅れで来ましたね。まあ、次のとこまではねバス停4つぐらいで、まあ全然歩ける距離なんですけども、まあ、せっかくあるなら使おうということで。はい、ということで、行く道で下車して、これ、マックスバリア10時過ぎてもやってるかな。ちょっと左怖い。大丈夫ですね。まあ、軽く行ってみましょう。はい、そこがね、なんか、幹線道路が通っていて、バスはまあ、左の方に行ったのかな。で、まあ、こっち正面方向が、まあ、近鉄四日市、まあ、あるいはもっと斜め右の方かな。で、こちらマックスバリアはゲームコーナーなかったですけども、24時間営業でしたね。はい、もうさすが都会だなという、そんなところで、まあなんか夜食になりそうなものから買ってきましたが、で行きたいギーゴは、まあそんなに遠くないこのシューブラザー、靴屋さんの奥ぐらいにあると思うんですけどもね。はい、まあさっきのねそっちから歩いてきまして、渡れる。はい、こちらですね。ギーゴって今このラーメン屋の裏に完全に隠れているが、まあよくある郊外型のセガという感じですかね。はい、こちらギーゴ出てきましたって、こっち側じゃ全然わかんないけども、メダルゲームありましたね。でシグマの、メカスロ、これはウィニングウィールかな、これが一つと、あとはドラゴン系が3台、ワンダークエストとワイルドトリプルセブンスと、なんだウチナータイムかな、
はい、これちょっと表からの写真を撮ったのでそれで補うか。はい、あとは2階にはなんかブラストシティとかね、そんなのがあって、このエクスチェンジャーなんかわかんないけど女の子がアニメーションしてるような、これはちょっとあんま見ないような気がする。まあそんな詳しくないんであれなんですけども、で、OK ですね。はい、ここが終わって、もう夜の10時20分になるところですけども、まだ今日はあと1店舗だ。はい、そして、今日はね、まあ、まだ決めてないんですけども、そう、いい加減決めろよという。近鉄四日市駅のね、近くにネットカフェ、まあ、いくつかあるみたいなんで、まあそのどこか、まあコミックバスターか、快活クラブか、あとは亜熱帯という、まあ、名古屋を中心に、ね、チェーン展開してるやつもどれでもいいんですけども、そう、まあそこに向かう、とりあえずその駅近くのゲーセンまで歩いて42分だそうですね。まあ大変だがしょうがない。これは手前はねだいぶ開けてるんで、もこの辺は田んぼ、いやこの生え方は麦だな。で、その向こう側のビル群がまあ近鉄四日市付近で合ってると思います。なんかそのね、そこそこ高いビルは多いが、なんかランドマーク的な高いやつ、抜けて高いようなのはないのかな、この辺は。はい、ギーゴから6分ほど歩いて、ここ電気ついてて何かと思ったらフットサルと書いてありますね。まあ、これがもしバッティングセンターでゲームコーナーなんかあったら大ラッキーという感じですけども、まあ、見た感じそういうのもなさそうですな。で、さっきそのね、先に見えていた、なんだ、ちょっと太い道に、これ斜めに当たる感じ、正面は分からんけど、まあ、いけ、どうだこれは。太い道に出たけど、道のこっち側はちょっと歩道がないんか、これは。そしてこれ危ねえな。なんか進めると思ったらいきなり落ちるやつですね。トラップだ。気をつけなきゃいかん。これ歩道、こっちに歩道がないんだったらまあ渡るのは全然ありだな。渡るか。はい、さっきバッティングセンターの話をしたらここにあって、しかも太鼓の達人があるけどももう閉まってるか。ちょっと惜しかったな。はい、まあ、ゲーセン扱いできるか、微妙な台数だけども。そこのはちょっとわかんないけど、よくあるホッケーとかかな。まあ微妙なラインだけども、まあ残念は残念ですね。で、まあしょうがない。そう、今日はね、まあ、手前のなんだ、三義鉄道の乗りつぶしにちょっと時間がかかってしまって、まあいろいろねアドリブでこねくり回した結果、うまくギリギリでつながって今があるという感じなんで、まあここを望むのはちょっと無理だな。はい、そう、三義鉄道がまあね、その2つ路線があるし、途中寄り道できるゲーセンも結構あるしでね、まあ、なかなか難しかったが、あれ、これ正面に快活があるの、そこに。まあでももう一軒ゲーセン行かなきゃだからな。はい、ここは国道365号だそうですね。全然知らない番号だな。で、さっきのギーゴから13分ほど歩いてきて、今野田2丁目というバス停があったんですけどもね、見てみたら18時台が最終でしたね。いや、さっきのだから22時台まであるようなのがまあおかしいんだよな。おかしいというか、まあ四日市はまあある程度人口いるんでね、まあ、まあいいんですけども、そう、この時間さすがにね、まあ街に向かうバスはそうじゃないよな。で、まあ、とりあえずまっすぐでもうずっとこの道を行くとね、なんか川を渡るらしくて、とりあえずそれまではずっと道なりだそうですね。イーゴから16分、ここに快活あるのはちょっと知らなかったですね。まあどうせさっきのギーゴか、まあその駅前のね遅くまでやってるのどっちかが最後ということなんで、まあ、その駅前の方でね、まあだからさっきのプレビ行った時にあと、まあ、まあ10分じゃ微妙か、15分ぐらい余裕があれば、そっちに行ってもここの快活決め打ちみたいな、それもありだったな。はい、ちょっと看板も映ってないか。島村がありますけども、まあ、この時間やっているはずもなく、ちょっと中も全然見えないですね。はい、末永橋とあるが、これか、その渡る橋っていうのは。あれ、もう一回曲がって渡るとかある？ちょっとちゃんと地図を見よう。ビーゴからが今23分ほど経ってますね。これは、坂道？階段？ちょっとわからんが、反対側の歩道が通じてるからそっちから行くか。
はい、ギーゴから29分歩いてきましたね。いや、なんかあっという間すぎて怖いんだよな、まあ、このね、この疲れた夜の歩きを辛く感じないというのは素晴らしいことなんだけども、もうね、時間が経つのが早すぎて本当にもう嫌になるんですが、まあそんなことはともかくとして、こちらですね。はい、ここは国道1号が右と書いてあるが、どういうことだろう。はい、ここはこっちの道が広いのか、なので橋も広い。そう、なんか昨日じゃない、一昨日か、渡った橋はね、まあ、歩道がなんかここの線からこっちぐらいしかなくてね、さすがにもうちょいやったかな、ちょっとなんか動画撮るのも怖かったんですけどもね。はい、そう、なんかこのぐらい幅があるとな、ここのなんか柵寄りに歩いてても落とす感じがないんですよね。そう、不思議なんだよな。はい、まあそんなところで、まあ、そっちの方がその近鉄四日市駅かな。渡った後左行って右、はい、ギーゴから33分ほど歩いてますけども、今そこに14番近鉄四日市駅行きのバスが通りましたね。人も乗ってたので、まあ、こんなもう11時近くだけどもバス路線がある。どっから来た、今降りた人もいましたね。なんかこっち方向のそのなんだろうあるのかな、全然わからんな。で、ここは、ま、ちょっと狭い道。この先230メートルで高さ制限があるが、もうすぐそれを右かな。はい、ギーゴから39分ほど歩いてきて、ここはちょっと太い道に出て、まっすぐ。やっぱ夜でちょっとね、疲れもあって歩くペースは落ちてますね。42分と言われたけども、もうちょいかかるやつだな。で、正面そこにね、近鉄の線路で合ってるかな。それをくぐってすぐ左。はい、ということでここ線路沿い左に来て、これが最初にね、近鉄四日市降りてすぐに来た隣ですね。はい、ここはドンキも入ってますけど も夜11時では閉まってるんですね。そう、だから本当に最初に歩いたところにまた来てるという感じになっていて、地図によるとそのもう信号の先ちょっと行って左手側、レオパレスと書いてあるビルがあるけどな、この辺渡った方がいいのかな。はい、こちらゲームセンターコミマル出てきました。いや、なかなかいい佇まいだな。そこのね、まあ1階のそんなに広くないエリアで、まあ今時のアーケードゲーム、まあ音ゲーが半分で残りがなんかその対戦できるやつみたいな、まあそんな感じでしたね。はい、でまあメダルとかはないけども OK。はい、まあ、この位置だったらな、そのさっきのね、まあ来れたけども効率よくやればまあまあいいでしょう。はい、ということで、この後はコミックバスターですね。まあなんかコミックバスターが良さそうに見えたので、とりあえず行く。さすがに埋まってるってことはないとは思うけどもね。そのいや、道路のこっち側渡った方がいいんだな。はい、まあ今このね、近鉄四日市駅前に来て、ここはまあアーケード、いやー、これは結構屋根が立派ですね。はい、さすが四日市。うん、私も渡ってしまってもいい気がするかな。まあもうちょい待つか。はい、これ横もアーケードになっていて、そこにも漫画喫茶、ネットカフェとありますね。あ、熱帯はそっちか。で、コミックバスターここですね、5階。はい、なんか久しぶりな気がするな。結構私好きでね、少しで、まあ、来ていたんですけども、まあ適当に。はい、おはようございますということでね、コミックバスター出てきたけど、この列はなんじゃらほい。なんか普通に会社になんか直通するバスで、この辺はコンビナートとかに行くね、その専用のバスがあったりするのかな。で、コミックバスターはね、だいぶ安い8時間1300円とかなんですけども、明るかったですね。夜でも現行されず、なんかずっと蛍光灯にさらされてみたいな。はい、安いのにはやっぱり理由があるんだなという。で、まあそれ以外は快適でしたね。なんか小規模な店舗で、お客さんも半分も入ってないぐらい。そう。で、まあなんか、そう。まあ別に汚いとかそういうのはないんでね。狭いわけでもなく。はい、ちょっと明るさと、あとは、まあ、飲み物が若干種類少ないかなぐらいですかね。で、OK で、近鉄四日市駅ですね。私はこれからアスナロー鉄道の乗り潰しですね、まずね。まあ、この朝の時間なんですけども。
はい、すごい並んでますね、本当に。昨日は暗くて見えなかったんですけどもね、まあこんな感じ。